どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はザ・ブルーハーツの夢、こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単アレンジでやってみましょう。ブルーハーツはですね、ウクレレにすごい合うなということで、ガズレレでもすっごくこの多くやってるんですよ。今までにやったブルーハーツの曲興味ある方、ここウクレレ寸動画ブルーハーツだけのやつがまとめてますんで、ぜひいろいろやってみましょう。いつものように2バージョンでやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした簡単バージョン、後半はあのグイグイいく疾走感満載のあのブルーハーツのビート、この右手で再現しながらこう勢いつけてドーンと届ける感じのかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、思い出の曲、いつも頭の中流れてる曲を CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾き語りで歌う、弾いて歌う、これがねもうたまんなくいいんですよ。最高なんです。とは言ってもね、皆さん音楽器やったことないとか苦手とか、音楽はちょっとね聴くの専門ですという方多いんですけれども、ウクレレだったら簡単にできます。これびっくりしますからね。弦も4つしかないし、ちっちゃいからね、いつでもこう触ってられるのがいいんですよね。ぜひ皆さん音楽始めましょう。他の楽器できる方もまたこのウクレレの小ささでまたやるといいんですよ。しかもこれやどっかねピクニック持って行ったり持ち運びもできるわけですから、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけでどんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできちゃってるじゃないってすぐになります。 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見れるしね、無料ですから、これがまたいい感じでございます。はい、楽しく音楽やりましょう。ではリンクあります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今まで私が撮りためたありとあらゆる音楽がウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画が700曲以上すでにアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 ロックの曲とかね、洋楽もいっぱいありますよ。あと昭和歌謡曲、演歌、あとハワイアン曲ももちろんいっぱいあります。ハワイアンもある。あとはアニメ音楽、映画の曲、いろんな曲もウクレレでできますから、はい、さっきのリンク先のところに検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、いろんな曲、お気に入りの曲、どんどん音楽やっちゃいましょう。はい、それでは行きましょう。夢、The Blue Hearts。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。1、2、3、4。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい。ザ・ブルーハーツの夢、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。シンプル&ストレートド直球、いやーブルーハーツいいですね。はい、大きい声でやりましょう。今のはもちろん聞いていただいて分かったように、ショートカットバージョンで1番やって最後サビをこう繰り返して
エンディングに持っていったっていう感じなんですけど、2番やりたい方コード進行全く一緒ですね。歌詞だけ書き足して自分でノートを作ってください。でテロップと一緒にできるようになった方はノートに自分で書いてそれを見ながら自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを見せたいと思います。はいはい、今ねここあれもした最初のところダーダーチッチッダーダーってやったんですけど、本当はダダチッチッチの方がかっこいいんですよね。これかっこいいバージョンでは、ダダってやりますけども、まあなんとなくこの感じをつかんでください。はい、でここ感想をやってここから A メロになっていきます。まあ、 あの曲の構成としてはすごくシンプルで簡単なんですけど、やっぱねブルーハーツとか、まあ、ハイローズとか、まあ、クロマニオンズっていうのはそういうところのこのコード進行でそのメロディーとこの曲ができるかみたいなところが本当すさまじいんで、まあそれを体感できる曲だと思うんですけれども、はい、一時停止でメモっておいてくださいね。あ、でここねちょっと書いてあるんですけど、ここ B メロということにしてますけど、ここあとちょっと解説します。リズムがちょっと変化をつけます、かっこいいバージョンでね。はい、でこんな感じかな。要はねこう結構すごく展開していくんですよね、曲が。なんで、まあ、この A メロ、B メロ、C メロ、D メロみたいな感じで、あの私は捉えて書いてみたんですけれども、はい、あとここにもちょっと下にくるっと書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンで、弾き方後で解説しますね。ここもね、こう今 あのシンプル簡単バージョンここ止まったんですけど、ここもちょっとあのカッティングでリズムをつけます。で最後ここ見て、あれも欲しいとしたいがここ繰り返してこう2回やるってことになってますので、はい、なんとなくこう掴んでください。でこれエンディングやって終わったということでございます。じゃあコード、出てくるコードを解説しましょう。 C と Am と F と Dm、G7Em7、6個です。コード6個でこれできます。これはですね、このコードは全部これです。ガズレレ必須コード。これガズレレではいつもおなじみなんですけど、超簡単コードのグループのことを言っておりまして、そのガズレレ必須コードのメンバーで今日の曲はできております。ガズレレ必須コード、なんじゃそりゃと、はい、コードっていうのを覚えなきゃいけません、はい、音楽やる上でね。でコードっていうのはどうやって覚えていくかっていうと、本当はね星の数ほどあるんですよね。全部覚えられるわけないって話で、じゃあどうしましょうかって時に、皆さんウクレレで音楽を始めようと思ったわけでございまして、ウクレレとすごくまず仲のいいコードを最初に覚えた方がいいんじゃないかということで、あのそのウクレレにとってすごく仲良しで便利で親和性のあるコードのグループをガズレレ必須コードと呼んでおりまして、10個ぐらいあります。で1個ずつ見たらね指1本で簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいる。その時に私がめちゃくちゃ助けになる動画をアップロードしております。すぐ覚えられる方法です。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コード完全ガイド、ここでコードはここで覚えてください。今日は基本的には難しいことは出てこないので、そちらの方で確認してみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に行きたいと思います。かっこいいバージョン、リズムの基本はこれがやっぱりいいかな。ウクレレっていうかこの弦楽器に合うストロークだと思います。8ビートのチャ、これガズレレ流のリズムの表記なんですけど、こんな感じです。ダンチャタツダン、これは8ビートのチャという風にガズレレではまあ命名しておりまして、かっこいいでしょ。これはね、このチャっていうのがね、このチャがねすごくこういいんですよ、ノリを出す。これは、ね、いつもあのガズレレで言ってるんですけど、ドラムのフレーズを右手で再現して、ドッタドッドッタ、このタっていう音あるじゃないですか、スネアドラムの音がこのチャ、ここにあのこうスネアドラムの音として表現されているという風に、まあ、イメージするとかっこいいかなということで、以前この8ビートのチャのリズムを解説した動画をここに貼っておきましょう。ここはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、いろんなリズムが並んでいるんですけど、そこから8ビートのチャというリズムの動画でマスターしてみてください。ですが、初めてこのストロークにチャレンジする方は、超基本のガズレレ流8ビート。8ビートのリズムも分かってからじゃないと、このチャはちょっとできないと思いますので、順番を8ビートから8ビートのチャへ、こういう風にやっていきましょう。あとね、こっからちょっとディープな、解説に入っていきます。ですね、さっきも言ったんですけど、最初のダダアレも欲しいのところが、ほんと、こうです。ダダアレも欲しい、俺も欲しい、ダダってもう止めちゃう。私は左手でこう止める、カッティングでやってますけど、はい、右手でパッと止めてもいいですよ。とにかく一番最初の出だしはこうやって止める。で最後の方のサビの、前半戦はダダツツツツツン、ダダチャ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 、ダダチャ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 、ダダチャ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 、ここカチャってやるカッティングですね。はい、カッティング出てきました。カッティングっていうのは C を今弾きます。で音を止めたいんですけど、左手で止める、こんなイメージです。
で止めてる時に鳴らすとカチャっていうでしょ。こういうことを使ってリズムにするということがありまして、このカッティングのやり方もさっきのリズムのいろいろの中にありますので、ちょっとチャレンジしてみてください。これ面白いですよ。で、カッティングつながりでこの曲の中でちょっと表現をするとなるとですね、ここずーっと A メロから B メロ、C メロ、D メロまでやってきて、この最後サビに戻るときにここを見て、ダドットとタン、最後。ここね、本物の夢を見るんだんだだんだだ、ダドットドッとタンっていうイメージですね、ドラムが。ここもカッティングで表現しましょう。ここちょっとやってみようか。本物の夢を見るんだ。次ですよ。ダドスドスドタン。こんな感じです。ダドスドスドタン。はい、イメージ、イメージ。ドラムをやってる感じで。はい。これもカッティングを用いて、このカッティ、おかず、おかずっていうんですけどね、こういうのね、表現していきたいと思います。あとですね、キーポイントになるのは B メロ。さっきもちょっと言うんですけど、ここで言う B メロっていうのはね、家から遠く離れてもなんとかやっていけるのとこのこのバースなんですけど、ここね、F のところには何も書いてなくて、 C のところにはチャッと書いてある。 D マイナーのところには何も書いてなくて、 C のところにチャッと書いてあります。これね、こんな感じでちょっとここにも書いたんですけど、B メロはね、チャが2ブロックに1回入ります。要はチャの位置がちょっと変わりますってことを言っています。ちょっとここやってみようかな。家から遠く離れてもチャなんとかやっていける、チャ暗い夜に一人でもチャ、こんな感じです。いつもは普通だったらドンチャトンストチャカドンチャトンなんですけど、ここはちょっとね、こうドラムがちょっとこうパターンを変えてるんで、そこをちょっと表現してみました。もう一回、ドンドドンドドンドンドドンドチャ、ドンドドンドドンドンドドンドチャ。はい、ここでちょっとメリハリをつけて、一回こう弾くようなリズムをこう弾くような感じです。その後でまたドーンとこう、突っ込んでいく。8ビートでガシガシいく感じですね。はい。このリズムをちょっとこの強弱も入れてみましょう。あとはですね、ここの、このマークご注目ください。この矢印マーク。これはたまに出てくる、ガズレレで出てくる、リズムが前にスコーンと入ってくる。シンコペーションというリズムの表現でございます。これはどこで出てくるかというと、感想とかエンディングのフレーズに出てきますと。こんな感じですね。C と F と G7 と F のこの G7 の前に矢印が書いてあるでしょ。これ、ちょっとやってみます。こんな感じになります。じゃんじゃかじゃんじゃ、じゃんじゃかじゃんじゃか、じゃんじゃかじゃんじゃ、アップで小さい。G7 だけトーンと前に入ってきてるでしょ。これがシンコペーションです。じゃんじゃかじゃんじゃ、ターンだつかじゃんじゃ、じゃんじゃかじゃん、スターンだつ。これ、シンコペーションマーク。お見逃しなく、これ入れていきます。あともう一箇所ね、D、D メロのところ、サビの前のバースのところで、本物の夢を見るんだの後見てください。ここ A マイナーが2回続くところで、ここ、1弦、320。これがちょっとオシャレなんですよ、ここ。ここちょっとやってみますね。本物の夢を見るんだ、ここ。かっこいいでしょ。本物の夢を見るんだ、A マイナーに行って、A マイナー押さえっぱなしにして1弦の320。A マイナー押さえたまんまよ。1弦の320です。320、320。はい、これかっこいいです。これ比較的簡単で効果抜群。A マイナー押さえたまんま3、2。はい。320。やってみましょう。で、基本的にこの曲はやっぱパンクロックであるロックで、ほんと、しかもこの若いね、パッションみたいなエネルギーがすごいんで、もう前のめりになってグイグイ行く、そういう感じがいいと思うんですよね。つまり疾走ビートっていう言葉がガズレレであるんですけど、疾走ビートね。これも、さっきのリズムいろいろのところに疾走ビートっていうのは、前のめりにグイ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 行く感じのイメージをちょっと持っとくと、さらにかっこよくなる。もう、夢を追うそのエネルギーをこう曲に表現する。こういうイメージでね、妄想してやっていきましょう。じゃあ、いきますよ。夢、ザ・ブルーハーツ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい。俺には夢がある、両手じゃ抱えきれない。俺には夢がある、ドキドキするような家から遠く離れてもなんとかやっていける、暗い夜に一人でも夢見心地でいるよ。だって
欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しい、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたい。ほい、イエー、せーの、ザ・ブルーハーツの夢、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりこう血がたぎりますね。こうやっぱり、ね、もうロックが好きですございますんで、私は、はい、もうがっつりロックバンドをやってきてますんでね、やっぱりこの好きです、ロックが、はい、好きな音楽やるのは楽しいですね。このウクレレでね、こういう雰囲気を出すとか、また本当なんかこの楽しいですね。このちっちゃい中に本当にね、もう宇宙ですよ、このウクレレっていうのは。いろんな音楽ができてね、皆さんもどんどん皆さんなりのこの宇宙を作ってってください。よろしくお願いいたします。音楽楽しもう。さあ、ガズさん、このちっちゃいウクレレ持って全国でイベントやっています。会いに来てください、お気軽に。そんなイベントの最新情報や、本をいろいろ出してんですよ。ベストセラー作家ですよ、こう見えても。はい、ありがとうございます。はい、あとこのウクレレの情報なんかもあります。この後ちょっとこのご紹介動画、ガズレレ全体のご紹介動画をひっつけときますんで、お時間ある方もない方もご覧になっていってください。今日は見ていただいてありがとうございました。楽しく音楽やりましょう。それではご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ、9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると、私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね、楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん、こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今、動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日、素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。